もともと車興味なくて、けどなんかちょっと車欲しいなってなった時に、やっぱニードフォースピードの存在が大きいですよね、ゲームで。だからそれで、あ、これもう一発目ポルシェ見た瞬間にこの形がいいなって思って。だけどやっぱりなんだろう、いきなりはやっぱ手届かないものじゃないですか。でなった時に、けどなんだろう、チャンスって来るもんなんですよね。でたまたま行った中古屋さんに RWB があって、でそこの人と話したら中井さんが来るっていう話になって、じゃあそれちょっと行かせてくださいみたいになって、そしたらばったりと会えちゃってっていう感じで、で会ってからもうそこからもう火がついて、休みがあればもうラウベルトに行くようになった感じですね。で一番最初行った時はもう本当怖かったんですけども、けどもう開け、あの扉開けないと始まらないんで、もうすぐに休みがあるたび行ってましたね。でどうしてもこだわってたのがやっぱ左の MT、 それ以外はオプションとか興味なかったんで、左の MT が出てきてもうこれしかないなって思って、就職して1週間後にもう買いましたね。で車検間近なぐらいの時にちょっと中井さんと相談して、どうしようかなって思ったら、休みいつって、あ、何日と何日ですって、じゃあ夜来てっていう感じで、もうその夜来た瞬間にもう施工開始って、もう目の前で切られましたね。だけど切られたら大体の人がおーってなるんですけども、もう僕はもう逆にやっとここまで来たっていう感じで、もうこれからもうラウの997になるってなった時はもう感動でしたね。We'll be right back.
まあだから僕も車興味ない世界からいきなり飛び込んで、もういきなりもうラウベルトにしたんで、世間一般的に考えたら敷居が高いというイメージはあるんですけども、やっぱ作りたいという意思が強ければもう中井さんもそれに応えてくれると思いますし、とにかくポルシェが好きっていうのはもし興味があるんだったら絶対にその日は消えないように、いつか絶対に乗るっていうのは諦めなければ絶対に夢はあると思うので。